読売早稲田大学共同調査から立憲民主党が消えていく日が見える。立憲民主党は、2009年の総選挙で政権交代したものの、稚拙な政治で、後に悪夢の政権と評された民主党の流れを組む民進党議員の集団だ。民進党という透明では選挙に勝てないと知っていた。 そこで小池百合子東京都知事が立ち上げた希望の党との合流を決めた。しかし、小池氏に憲法改正賛成という踏み絵を踏まされ、これに反対した議員たちは希望の党への入党を拒まれた。やむなく結成したのが立憲民主党、立民、だった。その経緯もあって4年前は、小池氏からいじめられ気の毒という同情票を集め議席を増やした。 だが、実情は安倍政権批判ばかりの党運営だった。立民決闘以来、国会で知ったことは、森け問題そして桜を見る会の追求に明け暮れ、傲慢にも時間が余ったらコロナをやると言い放った。ついに立民の支持率は3%程度のありさまになった。良識ある国民は立憲民主党にうんざりした。 最大の支援組織である連合も、立民と共産党との連携には一貫して否定的な見解を示している。立民が共産党と連携を組むことは支持母体連合も否定するが方針転換ができにくくなっている。支援組織も見放すならもはや必要ない政党だと思う。読売新聞社と早稲田大学先端社会科学研究所は、 全国世論調査を共同実施し、衆院選を通して見えた国民の政治意識を探った。今の政治に不満であると答えた人はややを合わせて74%で、2014年以降計6回の調査で最高となった。強い野党を求める声は根強いことが分かった。自民党に対抗できる野党が必要だと思うは82%に上った。 今後の国政選挙での投票する可能性を10点満点で尋ねると、自民5.7点、維新4.7、立民3.9の順だった。衆院選の獲得議席数で維新派立民を下回るも、この調査結果では維新が野党第一党の存在感を示していることが伺えると報じた。そうだろうね、今後。 立憲民主党は消えてなくなるしかないと思うのが普通だ。もう透明変更を繰り返しても馬鹿にされるだけだ。ローマ教皇が韓国の無残な統治を嘆いて、霊的に生まれ変われと解いたことがあった。今の立民のままでは生まれ変われるとも思えない。お聞きいただき感謝申し上げます。